はい、こんにちは、ゆぶくです。今回紹介したい本はこちらになります。牧久夫全漫画原作、こちらがパート1なんですけどね。で、こちらがどういうんだろう、これパート1、パート2とか出たんですかね。それをまとめたのがこちらになるのかもしれないんですけども、ヤフオクで見つけたんですけども、あの作品リストですね、牧久夫の作品リスト結構網羅してますよね。人間爆弾とかね、前も紹介しましたよね、人間爆弾切り抜き、そういうものから魔のタイトルから勝利突襲、軍用犬ヤマト、こちらがねページ数は56ページ発行が2012年4月の29日資料制博覧会05発行とかって書いてありますよね。56ページで、こちらの方が多分108ページですから、倍ぐらいあるんですよね。だいたい内容は似てるんですけど、過失修正してるっていうか、そういう感じですね。これもヤフオクで手に入れたんですけども、800円って書いてありますね。でも私が購入したのは800円以上してたような気がするんですけど、まあこれ800円で、販売はしてたんでしょうけども、2016年7月の31日になってますね、こちらの発行日は。結構作品として結構網羅してるんじゃないかなと思うんですよね、これね。この作品リストっていうのはないんですよね。ただこうやってこういう単行本がありますよ、作品がありますよみたいな。作品リストみたいなのがあるとね、一番それがいいと思うんですけど、ね、単行本化されてないものも結構ありますよね。これですかね、カーテマン1お肉球団、これがあの単行本化っていうか歌唱漫画になってるんですけど、これ別の名前になってるのかな。歌唱漫画になるとね、結構マングラ簡単にいっちゃいますよね。水島新司少年万が一っていうのはよく、少年ブックの付録でしたね。1968年昭和43年の2月号の付録、これはよく出てきますね。あと正森忠志の俺のマウンド、これも単行本化されてないですよね。一時のブームに乗るとね、結構単行本化されるんですよね。梶原一騎もそうですけども、ブームっていうか、梶原一騎が全盛期っていうか、古書漫画っていうか、原作物を探す人がいっぱい増えた時とか、あと漫画ショップなんかでね、結構出版されたんですけども、もう漫画ショップもね、今全然、もうやめちゃってるの、ってるんですかね。もうそういうブームが去っちゃうと単行本化されないでずっと来ちゃうって感じですよね。水島新司太陽と俺もそうですね、これね、牧久夫が原作なんですよね。ちょっと中ちょっと見てみますと、これですね、だから人間爆弾、前切り抜きで紹介したと思いますけど、まあ、のタイトル戦、これも単行本化されてないですね。軍用犬ヤマトは漫画ショップで完全漫画出ましたね。これが鬼っ子ってやつですね。歌手本漫画では歪んだ球団ということで、これが結構、ヤフオクにもたまに出ますけど、結構プレミアがついちゃう、簡単に万1万2万ぐらいいっちゃうんじゃないかな。あとこの魔人バンダですよね、漫画鬼魔人バンダで1の目、
これも単行本未収ですね。青春90、これも単行本未収。炎のファイター、これは、キングコミックになってますね。俺の柔道、これも単行本未収ですね。井上聡、この辺初期のジャンプですよね。単行本未収ですね。少年漫画始めて、少年漫画で、あと野良の丘も単行本化されて漫画ショップでも出てますね。あとこの石森章太郎ですね、忍者霧隠れ再造とかっていうのも単行本未収ですね。あれ、これピストン、ウルフ、これそうなのかな。これ予告ですけどね、要するにこれがそうですね、ガラスのウルフですよね。これもそうなんですかね。この表紙だけ貝塚さんなんですよ。で、トンデラ事件があったんで、アシスタントの増本重幸さんが後を書いたっていうことですね。だからこれは貝塚さんの予告ですね。これもそうなのかな、脇久さんなんですかね。でもこれ憶測ですよね。予告のカットでは機関士は父親くらいの年の離れた設定だったようであることからも、弟を憎むかのような、はあ、これが弟っていうことなんですかね。でも親子ほど離れてますよね。これが本当に SS と兄弟の絆の物語になっている。そこまで、これ兄弟、親子だと思ってばっかり思ってた、兄弟っていう設定なんですかね。クレジット、これちょっと信じられないな。ガラスの、これもあれなんですよね、梶原一騎だったんですよね。だから自分は梶原一騎の原作だと思ったんですけども、途中でなんだ、夕焼け番長とかいっぱい、その梶原一騎が原作多かったので、途中で変わったってことなんですかね。弟のマキーさんの方、太陽と、これがそうですね、太陽と空手旋風師、これ少年別冊、少年記憶ですね。俺とやつ、林久夫、これもリアルタイムで読んでた世代なんですけど、あんまりこの絵柄が好きじゃなかったですね。俺のマウンド、漫画家に恵まれてないっていうのかな、どうなんだろうね。あんまりこの作家があんまり個人的には好きじゃないですね。終わる、これもそうなのかな。梶原一騎外伝、ひじりひでおの、梶原一騎だと思ってたけど、あ、そうなんだ、脚色牧久夫になってますね。原作は梶原一騎なんですけども、脚色が牧久夫ってことなんですね。雲を蹴っ飛ばせ、これも漫画ショップで全2巻出てますね。これ漫画王のあれですね、放浪日本、2億磯、こう見るとあれだ、飛べない翼も漫画ショップで全3巻で出ましたね。あいつ、これもそうですね、漫画ショップから。酒井五郎さんってもう亡くなりましたよね。これもそうですね、避けた切り笛、足立光、これ結構レアなんじゃないですか。足立光が原作、
青春賭博、これも全3巻ですよね。野獣伝説っていうか、単行本化の時には解体されてたというか、こんなのもあるんですね。鷹の花や呼吸管取れ、拳銃王子、これもそうですね。絵物語で梶原一家同タイトルで書いてるんですね、拳銃王子っていうの。それを漫画バージョンにして、ナンパ拳銃拳なの、これも単行本未収ですね。捨て柄戦火、ああこれもそうなんだ。少年チャンピオンでしたね、漫画ショップ全1巻。あとかマットの獅子、これもそうですね、漫画ショップ全3巻。空手の命、これもそうですね、牧久夫。リングの会長ユキ、これも単行一緒じゃないかな。そうですよね、最強最後の空手、獣道ユートピア、不運プロレス30年、森村達夫、これ全13巻ですかね、少年チャンピオンコミック。これが今ずいぶん高いですよね、女子レスラー炎の上申書っていうんですかね、1万とか2万つけてるとかね。あとこれですね、霊場レスラー全2巻、これもなんかすごいプレミアついて、なんで高いんだかよくわからないけれど。さらばに男の星座9巻に終了、悪役ブルース、これ梶原一騎だと思ってたけど、はあはあはあ、8巻から牧久ってことですね。タイガーマスクザスター、これも1巻だけ出てね、あとは2巻以降は あれですよね、同人誌っていうかそういう形で出てますよね。だからたまにこうやってね、ヤフオクでねこういうのが出てくるんですね。個人的にはやっぱりこういうの結構好きなんですけども、まあ多少値段がこれなんか800円とかっていうかあれなんですけども、これも同人誌ですよね。実際手に入れたのは800円以上だと思うんですけどね、こうやってねやっぱりこういうのが出てくるんですよね。好きな人はやっぱりこういうふうにまとめたいっていうか、そういう心理があるんでしょうね。だからヤフオクって面白いですよね、いろんなものが手に入るっていうか、ああこういうのも出てるんだとかと思うと、またこういうのを見てね、ああこういう本があるのかと、またヤフオクで探したりとかね、やっぱり懲りないっていうかね、やっぱりそういう感じになっちゃいますね。はい、ということで、ね、今回は牧久夫全漫画原作っていうのを紹介してみました。はい、今回は以上になります。